本日は皆様貴重なお時間いただきましてありがとうございます。この葉山逗子はですね、私の母の実家になりまして、今日はちょっと高齢でこの場に出席できなかった早いの家で支度をしてこちらに伺わせてまいりました。大丈夫です、大丈夫です、すいません、早くて一人早くてすいません。今日は大切な皆様に見守っていただきながらこの場を迎えられることをすごく幸せに思ってます。ご飯もビールも美味しい場ですので、ごゆっくりお過ごしいただければと思います。よろしくお願いします。新郎太田圭介は自分の気持ちに素直で、毎日底抜けの笑顔で周りに幸せを振りまき、明るい空気を作ってくれる陽子さんのことを愛しています。あなたの何事にも全力な姿を見ていると、自分も頑張らなければいけないとやる気が出ます。またあなたの笑顔を思い描くと、明日がより楽しみになります。本日私これ主賓という大役を接かうの初めてだったんですが、そんな慣れない主賓にですね、こういう皆さん温かい目で見守ってくださって、太田君が優秀だけど飾らない人柄なのは、こういう皆さんに囲まれて育ったからなんだろうなと思います。また太田君のそういう人柄がこういう素敵な皆さんを集めるんだろうなと、友人の一人として非常に嬉しく思います。一般的に姉と弟でこれくらい年が近いとですね、親分子分というか、そんなような感じでずっと暮らしてきたんですけれども、今日本当によく照準を合わせてきたなというくらい、本当に綺麗な姉を見ることができて嬉しいなと思っております。本当にこれは僕も口から生まれたタイプの人間なんですけれども、本当に世界一綺麗な姉が今日ここにいるんだと思います。私と大好きを宝物だと教え続けてくれてありがとう。ふざけて書いた自分のメモが冷蔵庫に貼られてたりとか、実家から帰るときには実家のドアからエレベーターが閉まるまでずっと手を振ってくれてたりとか、ちっちゃい頃から嬉しいときも悲しいときも抱きしめてくれたりとか、ずっと圭介さんが好きだと言ってくれる私の笑顔は、28年間ママが一日一日作り続けてきてくれた幸せでできています。私はご紹介にもあった通り、圭介さんとは小学校の時から、陽子さんとは中学高校からの友人でして、二人を引き合わせた張本人でございます。キューピッドでございます。私の好きな聖書の言葉があります。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいっていう言葉なんですけれども、嬉しい時は二人で大爆笑これからもして、辛い時はお互いに寄り添える、こう支えていく、会うようなこれからも家族として人生を生きていっていけたらいいのかなというふうに思っています。お二人がいることで私の人生はとても楽しく豊かで、3人で結婚したいぐらいです。実は私も結婚当初、ある先輩からこういうことを言われたんですね。夫婦は非日常的な風景をお互いに共有し、それを思い出として持ち続けるってことは素晴らしいことなんだよと教えてもらいました。この言葉からですね、私は家族というのは思い出をいっぱい作っていく場だというふうにずっと今まで思っています。
あなたが笑ってくれるだけで今日の良かったことが一つ増えて幸せな気持ちになります。あなたが絶対に勇気をくれると分かっているので安心してどんなことも話したくなります。いつも味方でいてくれてありがとう。年を重ねても日々愛を伝え合い、手をつないでいろいろな場所へ遊びに行き、前の人を大切しながら美味しいご飯と音楽を楽しむことを忘れない夫婦になりましょう。これからは妻として毎日あなたを笑わせ、晴れの日も雨の日も小さなことを楽しみながら二人で大冒険していくことを誓います。これからは各々の夢を尊重しながらも、お互いの幸せは喜び合い、お互いのピンチを助け合う、そんな素敵な夫婦でいましょう。これからも夫として陽子さんのその笑顔が絶えないように努め、最近な家庭を作っていくことを誓います。2018年10月13日、新郎太田圭介、新婦陽子。